まあそうですね、早食いにはもちろん自信があります。僕噛まないんで、物をそのまま飲み込むんで、まあスピードには自信ありますね。そうですね、まあ口が小さいっていうことは逆に、まあ僕はポジティブに捉えてまして、回転が早い。はい。歯に関してなんですが、触れないでいただきたい。いやー、正直そこまで自信はないですね。まあそこに関してはタイムリーな話をすると、まあ昨日喫煙所でタバコを吸ってたんですと。そうしたら急にカランカランと音がしたんですけど、まあそれが前歯ですと。負けるわけないですよね。透明フェイズのようです。ガチャムでーす。最初の VTR ね、見ていただければ分かったと思うんですけど、今日はこの2人の対決と早食いですね。はい。でなんでこの2人かというと、なんか岩が最近早食いとか大食いとかで活躍してるんですよ結構。でそれを見た負けず嫌いのガチヤマが、お前なんか余裕だと、どっかでなんかの動画で対決させろと、なんか僕に直談判してきたので、はい、今日その機会を設けました。ガチヤマはね、負けず嫌いのとこもあるんで、勝負になったら多分負けないと思うんですよ。こんなやつに気まずっ。気まずいよ、意味は。人が違うんですけど。で、何の早食いをするかというと、マクドナルドさんからですね、この大人のクリームパイ、ベルギーショコラとスイートフロマージュっていうパイが出まして、これを5個ずつ用意しました。もう10個だとシンプルに食えないんですよ。10個になると早食いとか関係なくなっちゃうんで、はい、結構妥当な5個。で、ガチの早食い対決。結構これ気になる商品なので、うん、YouTuber なんでね、その辺もね、レビューしていただきながらね、なるほど、早食い対決という、なるほど、はい、なるほど、そういうことになりますね。では早速やっていきましょう。タイムピョンピョン、ペッペッペッ。これどっちがどっちにしますか、決めてないんですけど。実は俺どっちかってたらこっちの方がいい。俺もこっちの方がいい。じゃあじゃんけんしますか。はい、じゃああっち見てくるまでしましょう。オッケー。最初はグッじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグッじゃんけんぽい、あいこでしょ、あ、違う違う、ほい、えぇー、怪しい瞳。え、そういうこと。ガチヤマが白で、はい、岩がその黒の方、はい、これでやっていこうかなと思います。はい、キャパはどうですか今、お腹の減り具合は。まあ、減ってますね。お前さっきポテチ食ってたよな。ガチヤマは普通に7割ぐらいお腹いっぱいで、こうパンパンや。手汗ちょっと触って、病気なぐらいやばいんだけど。うわあ、ミルキーどうなったそっちかい。まあ一応スタートしてから、終了は口の中なくなってからです。5個目を食べて口の中が空っぽになったら終わったとコールしてください。なるほど、こうやってやるんですか。それあいつの得意技。岩ポーズすればいいんですね。岩ポーズなの、それやってみて。パッと大人に。準備はできましたか。はい、それではいきます。大人のクリームパイ早食い対決、真の早食い王はどちらだ。岩 vs ガチヤマ、さてどういう動きになるのか。さあ行きたいと思います。さて大人のクリームパイ、岩はベルギーチョコ。長えな。早食い対決、よーいスタート。さてさて、はい、ほぼ同時に1個目は食らいついた。一口はガチヤマでかい。なるほど、もう2個目に差し掛かると。開けとくと、岩食うの下手くそだからさ、めっちゃ出てる。待って、ガチヤマもう2個目食い始めてねえか。ガチヤマのペース早すぎない。岩はやっと1個目を食い終わったところですかね。ガチヤマなんかもう何個目なのか分かんない。今左手に持ってるのが3個目って。何個目かわしましたこいつ。今2個食い終わって2個持ってる。先ほどはデビューしてと言ったんですが、これできそうにないです。そうですね、皆さん見た目から想像してください。イエの食べ方が珍しいね。出てるよ出てるよ、しまってしまって。もうガチヤマあと残り2つなんだけど。最後の負けたもん。今やっと3個目入っただけなのに。これ早食い王を決めるんで、うん、負けた方は坊主ですよ。うん、だってガチヤマも4個目を口の中に入れている。あと1個か。早すぎない。天と地なんだけど。今は3個目、3個目のまだ半分ぐらい。待って待って、化け物化け物。はい、いや、まだ2分半しか経ってないです。あ、
待て、岩がやっと3個目を口の中に入れたと。ああ、5個目全部口に入れました。もっと、もう、あ、最後までちゃんと食べると。なんだよ、そう。だって口の中がなくなったら終わりですよ。はい、終了。いや、うわおいつ。ガチヤマのクリームパイの早食いのタイム3分7秒です。はっ、いや、それ1分もかかってないの。やばくない？これ平気で外に出した方がいいんじゃない、この記録。確かに、マジ YouTuber 記録として。そんな1個かな。スマブラの新キャラ早く見たすぎて。そうだよね。すぐ食べちゃった。これ尺大丈夫ですか？あ、最初のインタビューでごまかしてる。じゃあ、いわ、せっかくね、今日パーマを当ててね、かっこよくしたところ悪いんですが、一足先に坊主と。いや、なんでですか？飲み込んでないです、その条件は。チョコバレ飲み込んだけど。あと前歯もね。飲み込んだよねー。鳥取開始から20分も経ってないでしょ、こんなに早い撮影なかなかないね。俺、多分30分かかるよ。おっそ？おっそ？その肩幅で30分はやばい。関係ない。関係ない。はい。では、もしこの動画少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、ツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。Be Promise!